ロティ、ジャナイアローティアイシエネアは、マレーシアやその周辺国で広く食べられる人気のある料理です。料理の特徴、ロティ、ジャナイは、薄く伸ばした生地を油で揚げて作られた平らな缶です。一般的には小麦粉や水、塩、油を混ぜて作った生地を練り、その後多くの油を使用して平らな形に伸ばします。その後、生地を折りたたんで油で揚げ、サクサクとした食感を持たせます。提供スタイル、通常、ロティ、ジャナイは複数の層に折りたたまれ、四角い形にされています。一般的には、カレーやダール、ココナッツミルクを使ったソースなど、様々な具と一緒に提供されます。人気の理由、その柔らかく、層になったテクスチャーと香ばしい風味が特徴で、カレーやタのソースとの相性が良いことで知られています。朝食や軽食として人気がありますが、食事の一部としても楽しまれます。起源、ロティ、ジャナイの起源は、主にマレーシアやインドネシア、シンガポールに関連しています。インドからの影響が強く、伝統的にはイスラム教徒のマレーシア人によって作られてきました。バリエーション地域によって異なるバリエーションが存在し、トッピングや提供されるソースが異なることがあります。一部の地域では、チーズや甘いコンデンスミルクを使った甘いバージョンも見られます。ロティ、ジャナイは、香り高いカレーやソースとの組み合わせが特徴であり、その柔らかい食感と風味豊かな味わいが人気の秘密です。